令和5年223年4月16日日曜日、専務木之江達。今日は日曜日、お休みという方も多いのではないでしょうか。でもおあいにくの雨という地域も多そうですね。4月16日のお姉さん日よりはエスプレッソの日をメインにご紹介します。今日もお姉さんのおしゃべりに付き合ってね。4月16日はエスプレッソの日。エスプレッソは1906年のミヤノ万博で出品されました。その際にカフェエスプレッソと表記されたのがエスプレッソの起源とされています。エスプレッソというのはイタリア語で急行という意味、エキスプレスってことね。短時間で抽出されることからこの名前が付けられたとされます。またエスプレッソという言葉には特別に、注文ごとにという意味もあり、注文ごとにコーヒーを抽出することが名前の由来になったという説もあります。エスプレッソの日はエスプレッソの起源によるものとされますが、ミラノ万博の開催は4月28日。エスプレッソという名前を付けた日付とか、同じ4月で空いてる日が16日だったからとか、何らかの理由があってイタリア国際カフェテイスティング協会がイタリアエスプレッソデーとしています。日本ではコーヒーマシンやエスプレッソメーカーなどを手掛けるデロンギジャパンがエスプレッソの日に制定しています。デロンギジャパンはエスプレッソの日にちなんでエスプレッソの世界をしようキャンペーンを開催します。2023年4月12日から4月30日の間にデロンギジャパンのツイッターアカウントをフォローし、クイズに3問答えることでエスプレッソメーカーなどが当たるキャンペーン。ところでエスプレッソと似たようなものでデミタスってあるわよね。デミは半分という意味で、タスはコーヒーカップ、小さなカップに濃いコーヒーを入れたものを指します。エスプレッソ製法を用いないものを指すことが多いですが、カップのサイズによるものなのでエスプレッソコーヒーを入れてもデミタスと言えなくはないそうです。エスプレッソに砂糖って入れますか？お姉さんは濃いコーヒーを飲む理由が眠気覚ましのためだったりするから、あえて砂糖は入れないんだけど、本場ではエスプレッソには砂糖を入れるものらしいわよ。たまにエスプレッソに砂糖を入れるのは邪道とか言い出す友柄がいるけど、物を知らずに気取っているだけのダサいやつね。イタリアでは多くの人がエスプレッソに多めの砂糖を入れます。砂糖を溶かしきるのは NG ね。エスプレッソアロマを楽しんで苦さと酸味と甘さの混ざり合ったエスプレッソを飲み切ったら最後に砂糖が残るわよね。エスプレッソの染み込んだ砂糖をスプーンですくって食べるのが一番のご馳走なんだとか。この一口のためにエスプレッソを飲むと言っても過言ではないわ。糖尿病になりそうで怖いけど。4月16日の記念日は他にもあります。まとめて簡単にご紹介しますね。チャップリンの誕生日で、チャップリンで1889年4月16日イギリスはロンドンでチャップリンが生まれました。20世紀最大の映画監督であり、自らも俳優として出演し、数多くの傑作を残して喜劇王と呼ばれます。チャップリンの代表作に独裁者があります。これはヒトラーを皮肉り、ユダヤ人の苦境をコミカルに描いた作品。この作品でチャップリンは独裁者ヒンケルとユダヤ人の床屋の一人に役を演じています。くしくもチャップリンの生年月日は彼が演じたヒトラーと同年同月の4日違いでした。昭和34年1959年4月16日国民年金法が公布されたことにちなんで国民年金法公布記念日。昭和53年1978年4月16日日本初の女子フルマラソン第1回女子タートルマラソン全国大会が開催されたことにちなんで女子マラソンの日。タートルマラソンというのは健康維持や体力づくりを目的としたゆっくり走るマラソンを意味します。明治10年1877年4月16日札幌農学校の教頭クラーク博士が北海道を去りアメリカに帰国しました。この際に Always Be Ambitious という言葉を残したとされます。 Always Be Ambitious で田園の快楽などで知られるエッセイスト画家農園主の玉村豊男が長野県東御海にビラデストワイナリーを開設。ぶどう畑を眺めながらそのぶどうで作ったワインを飲むというコンセプトのワイナリーです。ビラデストワイナリーの開設日平成16年2004年4月16日をビラデスト田園記念日としています。フォースクエアはアメリカ発祥の一芸。フォースクエア4の2乗は16なので4月16日をフォースクエアの日としています。神奈川県藤沢市の水族館えのすい、今年江ノ島水族館のグランドオープン記念の日平成16年2004年
4月16日にグランドオープンしました。欧米では16歳の誕生日は大人としての自覚と責任を持つ年とし、スイート16として特別にお祝いします。日本でも同様な文化を根ざそうとして、写真屋さんやレンタルドレスなどの会社がスイート16文化の日を制定しました。スイートはついに聞こえるので、 4.16 歳だから16日、語呂合わせから毎月16日はトロの日、毎月16日は16茶の日、色の語呂合わせから飲食紙の日、京都議定書の発行日2月16日にちなんで、京都では毎月16日を環境に良いことをする日、デュー京都でとしています。長いからエコの人も呼ばれます。4月16日の記念日は以上となります。他にもあるよというのがあれば教えてくれると嬉しいです。あなたの誕生日も大事な記念日ですね。4月16日生まれの著名人は三本の矢毛利元就、1497年生まれ、戦国一の知将との呼び声も高いですね。一代で国人領主から大衆の仕上がったことも評価されています。ライト兄弟、兄の方ウィルバーライト、1867年生まれ、早くに亡くなりましたが、その後のオービルライトの地裁訴訟などを考えると幸せなままに亡くなったとも言えそう。喜劇王チャールズ・チャップリン、1889年生まれ。4月16日に亡くなった著名人は寿司職人中島誠二郎、1972年没、享年74歳。関西に本格的な江戸前寿司を普及させるよう尽力した人。戦後の寿司委託加工制度の獲得にも尽力しています。委託加工制度は戦後の食糧難に見られた飲食店の業務形態、客の持ってきた食材を使って料理を出し加工賃をもらうという制度。特に寿司店は贅沢品として営業許可が出なかったため、委託加工制度がなければ伝統が途絶えていたとされます。作家川端康成、1972年没、享年72歳、日本人初のノーベル文学賞作家ですね。あんな不倫まがいな話がどう平和に組みしたのか不思議に思ったものですが、いろいろと力関係なんかがあるらしいです。三島由紀夫の割腹自殺以降、精神的に参っている様子がうかがわれ、突然のガス自殺で亡くなりました。4月16日の出来事は、1877年クラーク博士帰国、1941年ナチスによるロンドン爆撃。この爆撃のためにロンドンでは地下鉄が深く作られるようになったのだとか。1951年マッカーサーが日本を離れる。1988年隣のトトロ公開。1990年ジャック・ケボーキアンの自殺装置で初の自殺幇助。自殺装置は生理食塩水、麻酔薬のペントソール、毒薬の塩化カリウムを注入する装置。タイマーで生理食塩水からペントソールに切り替わり、1分後には塩化カリウムが注入される仕組み。全米で尊厳死をめぐる大論争を巻き起こした自殺幇助事件です。2020年新型コロナウイルスの感染拡大、緊急事態宣言の対象が全都道府県に拡大される。2023年、何かある。今日も良い一日を。いってらっしゃい。ご視聴ありがとうございました。またお姉さんに付き合ってね。